はい皆さん、こんにちは。チームハロンズ黒川です。ドル円のテクニカル分析を3分で解説します。本日、ニューヨーク市場の見通しとなります。まずは結論から、4時間市ボリンジャーバンド一目金、衡表下落トレンド進行中、ストキャスティックス、回シグナルが点灯ということで、4時間足ベース、上値の重い展開と考えております。それではテクニカル分析とサポートレジスタンスをご紹介します。 はい、4時間足ボリンジャーバンドトレンドの方向性示す赤い点線21本移動平均線下落しております4時間足ボリンジャーバンド下落トレンド進行中4時間足ストキャスティックス買いシグナルが点灯4時間足の一目均衡表下落トレンドの形状をしておりますそれでは他の時間軸のチャート形状を見ていきたいと思いますまずは東のボリンジャーバンド、はい、下落トレンド進行中,進行中ストキャスティックス売りシグナルが点灯 中間種ボリンジャーバンド下落トレンドの形状ストキャスティックス売りシグナルが点灯、はい、二次間視ボリンジャーバンド下落トレンド進行中ストキャスティックス買いシグナルが点灯 はいこちら60分足ボリンジャーバンドトレンドレスストキャスティックス開始シグナルが点灯30分足ボリンジャーバンドもトレンドレスストキャスティックス開始シグナルが点灯最後15分足ボリンジャーバンドトレンドレスストキャスティックス開始シグナルが点灯ということですはいそれでは本日ニューヨーク市場のサポートレジスタンスをご紹介したいと思いますまずはサポートラインです円 このレベルです。146円ちょうどレベル。はい、続きましてレジスタンスラインです。レジスタンス円は148円ちょうどレベル。148円ちょうどレベルと考えております。 はい、チームハロンズ視聴者キャンペーンのご紹介です。YouTube 概要欄から講座解説をしてキャンペーンにエントリーしていただくと通常の講座解説特典2000円と新規取引以下1万通貨10と以上でチームハロンズ視聴者キャンペーン特典5000円と合わせて7000円プレゼント中です。さらに取引用に応じて最大100万円合わせて100万7000円のキャッシュバックとなります。詳細は QR コードまた YouTube 概要欄のリンクより先のページにてご確認ください。 はい、そういうことで、ドル円、本日ニューヨーク市場の予想レンジです。百四十六円ちょうどレベルから百四十八円ちょうどレベル。百四十六円ちょうどレベルから百四十八円ちょうどレベルということです。はい、ポイントです。二十二時三十分ジョブレス、個人消費支出百四十五円台トライのということで。本日ニューヨーク時間経済指標の発表あります。はい、二十二時三十分。 10月のアメリカの個人消費支出、PC ・で触れた同時刻22時30分、新規失業保険申請件数、ジョブレス、23時15分はウィリアムズ・ニューヨーク連銀総裁発言、23時45分ですね、11月のアメリカのシカゴ、PMI。 24時が10月アメリカ住宅販売保留指数あと、えー、オペックプラス閣僚級会合ということですあとは米国ではありませんが22時30分ラガがルド ECB 総裁の講演が予定されております、はい、アメリカの経済指標の結果次第では145円台トライもあり得ると考えておりますお取引をされる際には十分ご注意くださいはいそんな中4時間足ボリンジャーバンド」一本金衡表下落トレンド進行中ストキャスティックス回避シグナルが点灯ということで、はい ドル円本日、ニューヨーク市場におきましてチャート形状的には上値の重い展開と考えております。ドル円本日、ニューヨーク市場におきましてチャート形状的には上値の重い展開と考えております。はい、続きまして通貨強弱と板情報ということでまずは開いてボラティリティーツール2時間足ベースなんですけど一番強い通貨、日本円。 その次、ポンド、その次、米ドル、その次、5ドル最弱、最弱通貨はユーロとなっております。はい、続きまして、右手側、外ガ貨ガネクストネ、ね、オお客様の板情報ということで、はい、まずは売り注文からなんですけど、147円の25、えー、147円30、40、50ですね、売り注文たまってきております。ストップ注文につきましては、目星レベルのストップはないようです。続きまして、買い注文です。146円85、80、70、 65, 60, あとは 55, ですす。ね。買い注文溜まってきてきおりますストップ注文につきましては146円807060ですねストップ溜まりつつあるようですお取引をされる際には十分ご注意ください最後にグッドボタンチャンネル登録よろしくお願いいたします本日は以上となります